皆さんお疲れ様でした。それでは2020年論文グレードアップ東連企業法第9回の解説を行います。担当はレクセニー講師の森村です。それでは第1問をご覧ください。で、この問題はですね、問1、問2が制度説明型問題で、問3が論点型問題です。で、回答行数は、11行、問2が9行ですね。で、問3が10行です。で、理論問題集との対応ですが、問1が理論問題集16の第2問、あるいは15の第1問もちょっと関係します。で、16の2問というのは、これが過去問、平成23年の第1問です。で、15問の1というのが平成20年の第1問ですね。まあ、両方過去問を素材にした問題になっています。で、問2には特に対応する問題がありませんで、そして問3が、これが第17問の2ということになります。で、問題文をマークする方はマークしてください。では行きましょう。次の各問に答えなさい。問1、X 株式会社はインターネット上の、まず論点はですね、ごめんなさい。論点は問1が、特定の株主からの自己の株式の取得手続きですね。で、問2が子会社による親会社株式の取得、そして適用に取得した場合の親会社株式の地位。で、問3が特別決議を経ない自己の株式の取得の効力という、そういう自己株絡みの問題です。で、問1、X 株式会社はインターネット上のショッピングモールを運営している株式会社であり、その発行する株式を金融商品取引所に上場している会社法上の大会社であるが、種類株式発行会社ではないと。まず、金融商品取引所に上場しているということですから、公開会社ですね。公開会社ですから取締役会設置会社ですね。で、それだけではなく、通常はまあそれぐらいの意味しかないんですけども、本文では、161条の市場価格のある株式、市場価格のある株式っていうのに当たるわけですね。で、会社法上の大会社であるっていうのは、これは特に意味はないです。判例の元ネタがこの大会社であったというだけで、で、種類株式発行会社ではない。これは要するに考慮しなくていいといういつものパターンですね。で、代表取締役は A であり、X 社の発行済み株式総数は1000万株である。X 社では、同社の創業者である B の経営に対する影響力を低下させるため B と交渉し、その保有株式をすべて買い取ることとしたと。まあ、円満に取得するっていうことですよね。で、しかもそれが創業者である B からの取得ですから、これは特定の株主からの取得に当たるわけです。しかも買い取ることとしたって書いてますから、優勝取得ですよね。優勝取得で、しかも市場価格のある株式だとするとですね、市場価格を超えないかどうかで扱い変わってきますけど、その点は問題文からは不明だということです。
で、この場合において X 社で必要な会社法上の手続きについて説明しなさい。あくまでもこれ X 社側で必要な手続きを説明すればいいっていうことですよね。だからまあ考えてみれば特別決議が必要ですよね。で、あとは追加議案請求権が原則必要ですよね。それを書けばいいと。なお財源規制については触れる必要はないということです。では問い2、問い1の場合、X 社は B の保有する全株式を取得するためにあたって、完全子会社である Y 株式会社に B の保有する株式を取得させたいと考えていた。これは会社法上可能かと。これは、子会社による親会社株式の取得になりますから、原則禁止ですよね。135条で原則禁止されています。また仮に Y 社が X 社の株式を取得したのが適法である場合、Y 社は X 社の議決権を行使することができるか。これは明文の規定ありますよね。できませんよね。308条1項で相互保有株式に当たりますからね。で、後半、X 社から剰余金の配当を受けることができるか、剰余金の配当を受けられるかっていうのは明文の規定がないと。株主総会における議決権は行使できないは明文の規定があって、剰余金の配当を受けることができるかは明文の規定がないので、多少の解釈が必要になってきますね、ということですね。まあ、理由一言でいいんですけどね。で、問3、X 社が B から本件株式を取得するにあたり、X 社の株主総会の決議を経ていなかったとする。この場合、X 社は B に対して、B というのは株式の譲渡人ですよね。その B に対して、本件株式取得が無効であることを主張することができるかと。で、まあ一応これ分けて考えた方がいいですよね。無効かどうかっていうことを考える。で、まあそれは説によっては、その無効なんだけど主張できないって説もありますよね。もちろん有効だって説もあるんですけどね。論じなさい。で、なお B は、本件株式取得に際し、X 社において株主総会決議を経ていなかったことを知っていたものとする。悪意ですから、これはだから株式取引の安全をですね、B に関しては保護する必要はないんですね。ただそれはもう最後の最後の結論であって、あくまでもまず前提としまして、本件株式取得が一般的に有効なのかどうなのか、それを主張できるための要件は何なのかを書かなきゃいけないということですね。で、問題文の形式からすれば、問1と問2が制度説明型問題で、問3が論点型問題ということができます。それでは答案構成をご覧ください。で、創業者 B からの取得ですからね。だから特定の株主からの自己の株式、X 社株式を取得する手続きですよね。で、それにはもう特別決議と追加議案請求権なんですけれども、特別決議はいいですよね。特別決議をするのはこれ株主、その X 社側の手続きですから、当然これは書かなきゃいけないですね。ところが、追加請求権に関しては、追加請求権がもちろんあるんですけども、原則あるんですけども、それ自体は別に会社の手続きじゃないじゃないですか。だからこれ書かなきゃいけないのは、この会社からする通知ですよね。会社のアクションとして手続き、取るべき手続きとしては、この160条2項を書かないと点数にならないってわけですね。で、さらにここまでが原則でして、そしてこの追加請求権については本文の特殊性というものがあります。本文の特殊性がありましてですね、それは市場価格のある株式ですね。だから、そうそう。これはまあ当然、追加請求権については趣旨として株主間の公平であるというのは、公平を図るというのは一言書いておいた方がいいですね。で、本文の場合はただですね、市場価格のある株式、ここはまあ問題文から明確ですね。そこで交付する金銭等の価格が市場価格を超えないとき、市場価格を超えないときは追加請求権が与えられません。それだったら別に市場で売ればいいんだからねっていうことですね。だからその場合には会社から通知をする必要がないという、この、ここですよね。この原則例外。原則必要。例外的にいらない場合があるっていう。これを書かなきゃいけないですね。で、特別決議のこの条文が出てくると思うんですよね。だから追加請求権は160条の3項だけではなくて2項を書かなきゃいけないっていうのと、あとは161条を書く必要が出てくるということですね。まあ、制度説明型問題ですので、条文をしっかり書いておく必要があります。で、次、問いにですね、子会社による親会社株式の取得の禁止ですので、これ原則禁止されていて、例外的に認められる場合がありますよっていうのは、これはしっかりと押さえてください。で、原則禁止は135条の1項に書いてあって、例外的に適法とされる場合は、135条2項に書いてますと。まあ、具体的には合併とか、あるいは無償取得なんかの場合は、認められるということになってますよね。はい。で、適法に取得した親会社株式の地位ですけれども、これは明文の規定のある議決権と、
それと、明文の規定のない剰余金配当請求権というのを考えていきましょうと。で、議決権については308条1項で、相互保有株式に当たると。で、条文まで来ましたので、趣旨を書きましょう。これはもう会社支配の構成ということを書いてもらえばいいですよね。で、これに対して剰余金配当請求権については明文の規定がないんだけれども、これは認めていいじゃないかと。剰余金配当請求権には認めちゃっていいじゃないか。その趣旨というのは、子会社の少数株主であったり、債権者を保護する必要があると。ところが本物の場合には、完全子会社ですので、だから少数株主は いませんから、まあ書かなくてもいいんです。書かなくてもいいんですけども、そういう完全子会社でない場合は、この少数株主も書かなきゃいけないので、まあそれで過去の中に入れておきました。いいですかね。親会社株を持ってる。で、その親会社、それ株式持ってるわけですから、株式の配当、剰余金の配当を本来受け取れるはずですよね。はずですよね。でそれをただ親子会社関係があるというので、例えば利益の二重計上だ、そのなんか経費のごまかしだってことがないように、もしこの剰余金の配当請求権を認めないとするとどうなるかっていうと、そうすると完全親子会社関係でない以上は少数株主がいるわけですよ。そうするとその少数株主とすれば本来得られるはずの剰余金の配当をその子会社が得られてないということは、それはその子会社株主、少数派の株主は自分の持っている株価が本来もっと上がるはずだったのに上がらないということになっちゃいますよね。あるいは会社債権者からすれば、それはその子会社が完全子会社であろうがなかろうが、その子会社に本来入ってくるべき会社財産が増えないということになりますから、会社債権者としてはそれは冗談じゃないよということになりますよね。そういうことを書いてもらえばいいです。そして問3です。これは論点型の問題になりまして、特別決議が得られてないと、特別決議を経ずに自己の株式を取得しちゃいましたと。で、これはまあ相対的無効説なり、あるいは民法93条類推説があるんですけど、ここはまあ相対的無効説で書いてます。で、相対的無効説というのは原則無効なんじゃなくて無効なんです。無効なんですけども、ただし株式取引の安全を図らなければならないから、相手方善意の場合には会社は無効を主張できない。その無効である無効を主張できないということですよね。あとは理由としましては、なぜ無効なのかというと、それは手続き規制の趣旨、つまり株主間の平等であると。これ本来で言えばあればですね、特別決議なんかじゃ足りなくて、株主平等絡みですから、個々の株主全員の同意が本来必要なはずなんですよ。それをまあ、言ってみればちょっと負けてあげましょうっていうので、手続きを緩くしたのが特別決議ですよね。だからそれを経てない場合は、それは無効ですよってことになりますね。で、しかし、取引、株式取引の安全というのは、これは何よりも保障されなければいけませんから、善意の相手方の場合には、善意の取得者の場合には、取得者っていうか、善意の譲り渡しにですね、この場合は、譲り渡しに対しては、無効主張できないっていうことになりますね。でも本門の場合は当てはめで、悪意者ですから、この場合は保護する必要はないっていうのを書いていただきます。はい。それでは、回答をご覧ください。まあ、これは特に回答もそんなに難しいものではなくて、今お話ししたようなところをですね、そのまま文章化しただけです。もうあれでしょ、答練も9回目ともなると、こう答案構成を見るだけで大体こう回答が浮かんできますよね。そこまではいかないですかね。まあ、まあ今のそのままですよ。そのまんまこれ、文章化しただけですね。で、まず、縦位置で、X 社が特定の個人株主 B から X 社の株式、自己の株式を買い取る場合には、会社法上株主総会の特別決議が必要ですね、と。で、この特別決議っていうのが今言った、その、本来、株主間の平等、株主平等の原則の問題なので、本来は、総株主というか、個々の株主の同意が必要になってきますね、っていうことですね。そして、株式会社は株主総会の決議によって自己の株式を取得できるのが原則であるが、合わせて特別決議をもって特定の株主に対してのみ、譲り渡しの申し込みをすることを決議することができると。で、これ条文の構造がちょっと読みにくい条文になってましたよね。309条2項2号という条文を読むと、そこにですね、156条の決議をする場合は特別決議を経なきゃいけないって書いてあるんですけども、ただし、それがこの160条の場合に限るというような、ちょっと変わった書き方してますので、一回読んでいただいて、あ、そう読むんだなと、ここに書いてあるような、この文章のような意味なんだなってことをもう一度確認をしておいてください。で、縦にです。この場合、株主間の公平を害する恐れがあるので、ここですよね。まあ、本来だったらだから株主平等の原則っていうふうに書きたいんですけど、そう書いちゃうと、その、特別決議じゃ足りないじゃないかってことになっちゃうので、株主間の公平を害する恐れがあるっていうふうにちょっとぼやかしてます。で、株主は事故を譲り渡しの申し込みができる株主に加えたものを
株主総会の議案とすることを請求することができますねと。で、ここで終わっちゃダメなんですね。で、株式会社がかかる請求をすることができることを、ここですよね。通知しなければならない。これが会社の取るべき手続き。それが原則ですってことになります。で、しかしで、ひっくり返して、本文の特殊性ですね。しかし、X 社株式は上場されており、市場価格のある株式であるから、X 社が株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の価格が市場価格を超えないときは、株主に上記の請求権は認められない。だから、X 社は上記の通知をしないこと、しないで済ますことができますよっていう、そういうことですよね。で、もしもうちょっとここのところ、長く書く余裕があるときにはですね、7ページです。解説7ページの、このあたりを書いていただければと思います。特定の株主からの取得の一つの特例、例外ですよね。それが市場価格のある株式の取得であるということです。で、ここはもう161条そのまま書いただけです。それでその趣旨ですよね、趣旨。これは覚えておいた方がいいかな。これはこの回答例では書かなかったんですけれども、書く余裕なかったんですけど、まあ、問題によっては書いた方がいいことはありますよね。売り主の追加請求は他の株主に売却の機会を与えるとともに、取得価格が不相当なものとならないようにするための手続きですと。要するに一人から、特定の株主から高く買い取っちゃうと、で、追加請求権が認められているということは、その同じ値段で他の株主からも買い取らなきゃいけなくなると。だったら、その、妥当な価格に抑えようかっていう、こう、インセンティブが会社側に働く、そのための規定でもあるわけですね。ところが他の株主が市場で株式を売却することができる場合には、売却の機会を保障する必要はないですよね。そこで売りゃいいんですから。また取得価格が相当である限り他の株主に損害を与えることはないからであるということですね。まあこれぐらい、押さえとけばもう十分ですよね。はい。で、これが問1ですね。で、問2に行きましょう。あ、これも、すみませんね。移す時間を取らなかったですね。申し訳ないです。問1は大丈夫でしたか？時間ありますか？問2、問3をじゃあちょっと、今映ってるところで、全てですので、問2、問3、マークする方はマークしちゃってください。よろしいですかね。では行きましょう。問2、縦1、X 社は子会社である Y 社に本件株式を取得させることができるか。で、子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されており、これ原則ですよね。で、例外として取得が認められる場合に限って認められていると。で、本文では特にその例外的なその事由が書いてないですから、特に何も書く必要はないと思います。だから結論でいいと思います。したがって X 社は取得が認められる法定の事由が損する場合に限り、本件株式を Y 社に取得させることができるっていうぐらいですよね。まあ、無償の場合はとか、いうふうに書いてもいいかと思いますけど、まあ、特にそこに限定する必要ないですよね。9行しかないですしね。で、縦にです。本社が、本社じゃない、Y 社が本件株式を適法に取得した場合、Y 社は X 社の株主総会において議決権を行使することができない。これ条文ありますもんね。で、条文まで来たので趣旨一言。これは会社支配の構成を維持するためであると。総合保有株式ですからね、っていうことを書いてもらってもいいです。で、段々変わりまして、他方、Y 社は X 社から上役の配当を受けることができる。これは受けることできる説で書きました。その方がいいと思います。で、自衛権については、子会社の、まあ、本文ではいないですけども、少数株主であったり、あるいは債権者の保護のために、つまり、子会社の財産を増加させるということですから、それが認められる必要があるということですね。内容的にはなんてことないでしょう、これ。今回の。まあ、制度説明型問題っていうのはそういうもんですよね。では、問3行きましょう。縦1、ここは問題提起ですね。X 社の本件株式取得は無効と言えるか、自己の株式の取得が株主総会の特別決議を経ずに行われた場合、その効力はどうなるかと。で、縦2で規範定律ですね。主に自己の株式の取得に関し、株主間の平等を図るという手続き制の趣旨からすれば、これ本来はだからまあ、繰り返しになりますけども、総株主の同意が必要なはずですからね。だとすれば、それに代わる特別決議、得なかったというのは、その違反は重大であると。
で、取得手続きに違反する自己の株式の、だから有償取得は無効であると返さざるを得ないじゃないかということですね。で、しかしで、手続き的な瑕疵について、相手方が、まあ、その、あれですよ、特別決議、本来は個別の株主のその承認がいるというような、それはとても重大な手続きなんですけども、まあ、そうは言っても、手続きに過ぎないじゃんっていう、そこでひっくり返すわけですね。手続き的な瑕疵につき、相手方が善意の場合にまでかかる結論を貫くことは株式取引の安全を害することになる。そこで、相手方が善意の場合には、株式会社は無効を主張することができないということになるわけですね。まあ、本当な結論ですよね。本文では、B は、悪意であるため、X 社はですね、取得が無効であることを B に対して主張することができるということになります。で、これ以外の説としましては、民法93条類推説というのがありまして、これ12ページに書いておきましたので、12ページです。ご覧ください。まあ、いつもの説です。まあ、判例は、この民法93条類推説大好きですからね。で、要するに、内部的な意思決定手続きっていうのを、その、心理留保における内心って捉えるわけですよね。で、対外的なその大統領なりの行為とか、その、あるいはその、まあ、この本門の場合だったら、その株式を、自己株式を取得したっていう、そういう、こう、外部的な行為を表示行為っていうふうに捉えてですね。そうすると、その、表示行為に対応する、つまり、自己の株式を取得したっていう行為に対応するといいましょうか、そのために必要とされている手続き、つまり内心というものの、が形成されてないじゃないかっていう、そういうような、ニュアンスですね。だから、民法93条類推適用する。そうすると、民法93条見てもらいますと、原則有効って書いてあるんですよね。心理留保による意思表示は原則有効としときながら、相手が悪意または経過失があるに過ぎない場合であっても、無効になるっていうふうにしてるわけですね。原則有効。ただし、無効とされる場合は非常に幅広いということですね。よろしいでしょうかね。はい。これで第1問は、いいと思います。では第2問行きましょう。第2問ですね。で、第2問はですね。これは、問題のテーマは株主提案権の問題なんですね。で、株主提案権ってまあ3つ、303条、304条、305条があるんですけど、303条の問題です。議題提案権ですね。株主総会のテーマを提案するという場合ですね。そして問1が行使要件ですね。で、問2が、基準日後の5に株式を取得した株主の権利行使。で、これは要するに問い3と絡んでくるんですけども、そういうことを認めたもんですから、その議題提案権の行使要件の充足時期っていうのが問題になってくるという、そういう問題です。で、問い3はこれも明らかに論点型問題なんですけども、問1、問2がね、ちょっと中間型の制度説明型とも言えるし、論点型とも言えると。だから問題提起は不要なんですけども、してもらってもいいですよ。もちろんしてもらってもいいんですけど、問題提起はしなくてもいいと。ただ、規範定率は必要なんです。まあもちろん基準を立てなきゃいけませんからね。基準立ててもらう。ただその基準立てるのに解釈が特に不要なんですよね。解釈する必要がない。だからもう趣旨も書く必要がないと。だから規範を定立して当てはめ結論というちょっと変わったパターンになります。あ、これもすみません。映してなかったですね。下まで映しますか。で、問題集の対応としましては、問1の問題は問題集に何か類似する問題は全然ありません。で、問2の問題は、第86問の問い3ですね。第86問の問い3に類似問題があります。で、問い3につきましては、実はこれ平成29年の司法試験の予備試験の問題なんですよね。予備試験の問題で、平成29年のね。で、しかもこれ判例100選の59事件という、今一番新しい判例100選の59事件っていうのに、載ってるんですよ。しかもこれ、全試験委員が、判例表釈、解説を書かれてるんですね。で、この、なぜかね、全試験委員が、その辞めた後に、試験委員が辞めた後にその問題、それにこう、その問題に関して論文書いてるっていう、その論点が出るってことがですね、結構あるんですよ。
という意味で、この問3ですね。ちょっとかなり難しい問題で、初めて見る問題だと思うんですけども、これはやっといた方がいいですね。はい、では行きましょう。で、まず問1。あ、で、問1が7行。で、問2が8行。で、問3が15行あります。はい、では、問1行きましょう。公株式会社は、薬品を製造販売する監査等委員会設置会社であり、公開会社でありと、監査等委員会設置会社である公開会社でありと。まあ、だからどっちにしろ取締役会設置会社ってことですよね。で、種類株式発行会社ではなく、そこは考えなくていいよと。そして発行済み株式総数は100万株であると。そしてその発行する株式について100株をもって1単元の株式とする旨を定款で定めている。ってことは、この会社は100万株発行してるんですけども、議決権は1万議決権と。1万議決権ということですね。で、段落がありまして、後者の株主 A は平成25年以来の同社の株主で、で、ここだけ平成でその後、西暦で書いてあるんですよ。これはちょっとこう、計算間違わないでね、みたいな感じでちょっとこう、そういう出し方したんですけども、平成25年ですから2013年ですね。2013年以来の同社の株主で1万株を保有している。1万株ということは100単元、100議決権ですよね。で、ってことはそれは1万議決権分の100議決権ですから、100分の1の議決権を持っているわけです。株主 A はね。で、A は後者のガバナンス強化を目的として公認会計士である B を新たに監査等委員であとするための株主提案をすることとしたと。そして、2020年4月11日に後者の代表取締役である C に対して上記の内容について、本年の株主総会で取り上げるよう、株主提案をしたと。さあ、ここがまあ大事なとこなんですけど、まずこの株主提案なんですけども、これはさっきちょっと言いましたけど、これ議題の提案権なんですよね。議題。新しい議題として、別に、だから今度のその2020年の株主総会で、別に、その、誰かを監査等委員として選ぶなんていう議題とされているなんてことは書いてないですから。だから株主が新たな議題を提案した。つまり303条2項の問題。303条2項の問題だってことですよね。そしてその後に別にその議案の要領について、その B を、その新しい監査等委員にしたいという議案の要領を通知は請求してないですよね。だから305条の問題ではないってことですよね。そしてその議題を提案しといて、じゃあ具体的にその、具体的にその B をですね、B を監査等委員とするという、そういう議案はどうしたのかというと、これ事前に議案出したとは書いてないですから、これはもう株主総会の場で議案を提出することになるわけですね。で、議案提出権304条はこれ単独株主権ですから、別にそれはそれでいいわけですよ。だから本文で問題となっているのは、あくまでもその議題の提案権として303条2項が問題になってくるということですよね。はい。で、問題文です。この株主提案は行使要件を満たしているかと。満たしているか。303条2項前段。ところが別にこれ解釈の余地がないじゃないですか。303条2項前段で何か誰かがその要件について争ってるってことはないですよね。なので、それはまあそのまま行使要件ボーンと書いてもらって、で、検討しなさいですから、そこ当てはめ結論だけ書いてもらえばいいわけですよね。で、あと細かいことを言うと、この本年の株主総会って書いてあって、これ開催日時が不明ですから、ってことは8週間前っていう要件、303条2項後段の方の、303条2項後段の方の8週間前って要件は言及しなくていいですよっていう、そういうことですよね。まあそういうことですよねって。まあ、自分がそのつもりで問題作ってるわけですけども、ということです。要素も7行しかないですからね。で、問いに、後者の基準日は3月31日であり、基準日株主に対して定時株主総会の議決権及び配当請求権を与えることを決定した。後者はかねてからオツ株式会社と技術協力を進めており、その体制を強化するために2020年5月18日にオツ社に対して5万株を発行した。ってことは、これは基準日後だということですよね。3月31日が基準日で、そして、5月の18日ですから、基準日後に、株式を発行し、オツ社は基準日後株主となったということです。で、この発行手続きについては会社法上問題はなかったものとする。だから考えなくていいよと。
で、同年5月25日に、オツチャに対し、同年6月15日に行われる株主総会において、議決権を行使することができる旨を決定したと。できましたよね、そういうことはね。この決定は適法かって聞かれてますけど、これはもう124条4項正し書き、124条4項正し書きっていうのがありまして、で、その124条4項正し書き自体も、条文の文言を解釈する余地はないじゃないですか。特に争いないじゃないですか。だからこれもその基準をガーンと書いてもらって、あとはそれに当てはめ、結論を出してもらって、そういう決定することできるんですかねっていうことですね。特にその124条の4項の正し書きですよね。正し書きのその、株主を害するっていう、その要件を満たすのか満たさないのかっていうことですね。基準日株主をね、基準日株主の権利を侵害してしまう可能性があるかどうかを判断してもらえばいいです。そして問い3です。後者は A の株主提案について、2020年4月11日時点では、4月11日って何した日ですかというと、それはですね、後者の代表取締役 C に対して議題提案権を行使した日ですよね。この日というのは、どこに書いてある？ここですよね。ここ。矢印書いちゃいますか？この日ですよね。議題提案権を行使した日。その時点では行使要件を満たしていた。この行使要件は303条2項。303条2項の行使要件を満たしていた。ところが、その後、後者がオツに新株を発行し、議決権行使を認めたと。それがどこかというと、発行しっていうのが、ここですよね。行使。それで、議決権行使を認めた、ことによりですね、株主総会の開催日である同年6月15日の時点では、株主提案の行使要件を満たしていないことになっちゃいますよね。つまり、総株主の議決権の100分の1以上持ってなきゃいけないのに、で、ギリギリ100分の1だったわけですよ。ところが5万株新たに発行して、議決権それ与えちゃったもんですから、105分の1になっちゃったね。105分の1ということで、100分の1の行使要件を満たしていなくなっちゃったわけです。で、それを理由として A の提案を株主総会の議案として取り上げなかったと。これは議案っていうのはだから、その株主総会の場でね、株主総会の場で、その議案が出されたとしてもですね、その取り上げなかったということにしたわけですよ。無視したわけですね。で、この後者の措置は妥当か論じなさいという、そういう問題です。なかなかちょっと難しいでしょ。では、答案構成をご覧ください。で、まずは、議題提案権の行使要件ですので、303条の2項前段、ここだけ見てもらえばいいです。そうすると、マークしなくてもいいかもと思いますけど、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を持っていなきゃいけないっていうのと、それと、あと、これ、取締役会設置会社ですからね。後者は取締役会設置会社なので、100分の1以上の議決権を持ってなきゃいけないですよね。そして後者は公開会社なので、6ヶ月前から保有してなきゃいけないですよね。そうですよね。まあ、それ、一個一個書いてもらってもいいですよ、もちろんね。取締役会設置会社なので、この要件が必要で、さらに、公開会社であるので、6ヶ月前から保有してなきゃいけないということですね。で、あとは当てはめ結論で書いてもらえばいいです。で、問い2ですね。で、まず縦位置で、基準日後、株式取得者の権利行使が124条4項に書かれてるんですけども、まずは原則がダメですよっていうことは、やっぱり書いておいた方がいいですよね。原則は、権利行使できない。124条1項。まあ、それはそれがそもそも、基準日ってのはそういうもんですからね。ところが、例外が定められてまして、例外は、その権利というのが、この権利行使原則できないとされている権利が、株主総会議決権である場合には、これは例外が、定められてますよと。で、それは基準日後に株式取得したものを権利行使者と認めることができますねっていうのがこの本文に書いてあるんですよね。ところがこの本文には制限規定がありまして、基準日株主の権利侵害が、権利を侵害してはならないと。ってことは、基準日株主の権利侵害をするような場合は、それは、議決権行使は認められないってことになりますよね。つまり、ここの部分というのは、その、例外の行使要件、つまり制限ということになりますよね。で、その辺のところをですね、で、あと本文の場合はどうなるかという、その辺のところを、
もうこの時点で解説で見ておきましょうか。21ページに書いてありますけれども、21ページの、この辺ですね。解説21ページ。で、なんでその本来株式譲渡された、基準日後に譲渡された場合にですね、その基準日株主に権利行使をさせるのが原則なのかと、まあ、当たり前じゃないかと思われるかもしれませんけど、一応こういう理由があるんですよね。こういう理由がありまして、その株式の譲渡当事者というのは、その基準日にかかる権利についてはですね、その基準日株主が行使するという前提のもとに、それを前提にして売買価格等を決定しているということですよね。だから、例えば、貿易の配当だったら、譲り渡し人が基準日株主ということはもらうということを前提にして、それをこう差し引いた額で、譲渡してたりですね、そういうことをしてるわけですよね。で、そこで株式会社の勝手な判断でね、株式会社の勝手な判断で、基準日後の譲り受け人に権利行使を認めると、基準日株主を害する恐れがあるということですね。だからもう、貿易の配当なんかじゃそういうことは絶対やっちゃダメってことですね。で、これに対して議決権の場合は、まあ、様々な理由によって、基準日後の株主に議決権を行使させていい場合っていうのが出てくるわけです。まず原則はここまでですね。これが原則である。しかし、例外としまして、株主総会における議決権である場合には、その基準日後に株式を取得したものを全部または一部に当該、権利を行使させることができると。で、ただ、それには制限がありましてですね、当該株式の基準日株主の権利を侵害する場合には、権利行使は認められませんよ。じゃあ、問題なのは、ここまではまあ条文そのままですからね、その基準日株主を害する場合とはどういう場合なんでしょうか。今回もですね、ここでちょっと悩まれた方もいらっしゃると思うんですよ。例えば、基準日株主の有する株式が基準日後に譲渡されたと。譲渡された場合はどうなのかというと、それは、株式会社が株式の基準日後に株主がですね、権利を行使することができると定めちゃったら、その譲り受けた方に権利行使認めちゃったら、基準日株主が議決権行使できなくなりますよね。だからこれは典型的にその基準日株主を害する場合なんです。この問題、この手の問題はさすがに出ないですよね。で、本文のようにです。本文のように、ここです。124条4項は、基準日後に会社が新株発行や合併等の組織再編を行った場合を想定して、新株主に例外的に権利行使というものを許す規定なのであると。で、そこで具体的に問題となってくるのは、じゃあこれって基準日株主を害するんじゃないのっていうふうに一瞬思いがちなのが、それがここですよね。この部分です。次のページ、22ページのこの部分ということになります。基準日後、新たに募集株式の募集により新株を発行した場合、そうするとこの場合は、基準日株主は存在しないから、基準日株主を直接害するということにはならない。ここまではいいと思うんですよ。ただ、この場合、ちょっとこう考え、いろいろ考えて、深く考えた人は、だって基準日後の株主に、だからこの本文で言うと、新たに発行した株式のについて議決権を認めるということになると、結局、基準日株主の議決権割合が減少しちゃいますねと。問3でまさにそれが問題になったわけですよね。100分の1持ってたはずなのに、105分の1に減っちゃったってことですよね。で、それって、現実に問3でですね、株主提案権行使できなくなっちゃうっていうようなことになっちゃうわけですから、それって基準日株主の権利行使を害することになるんじゃないのっていうと、いや、それはそうじゃないんですよと。これはもう、その基準日後株主に権利行使を認めたら、反射的にそういう効果を認めることになるわけですから、そこは、法はもう予想してると。それはしょうがないんですよっていうことなんですよね。やっぱりそこはあんまりこだわっちゃダメですねっていう、そういうことですね。はい。で、それが、問2ですね。で、問3はと言いますと、問3がこれは難しいですよね。まず問題提起で、これは論点型の問題ですので、しっかり問題提起をして、303条2項の問題なんだっていうことにしますね。で、行使時点では、その権利行使要件満たしていたんだけども、請求後満たさなくなったと。その場合、株主提案権をそのまま行使できるんでしょうかっていうのが論点です。
で、ここではですね、特段の事情がなければ、つまり原則として株主提案権は行使できないと、行使は認められない説で書いてますね。特段の事情というのはどういうものかというと、それはもう、その例えば提案権を妨害する目的で、それを主要な目的として、新株を発行しちゃったような場合ですね。で、そういう特段の事情というものが本文では特に書いてないんですよね。じゃあ特段の事情がない場合になぜ株主提案権の行使は認められないかという理由なんですけども、まずこれは形式的な理由としまして、形式的な理由と実質的な理由で書いてます。形式的な理由としまして、ここちょっとわかりにくいので書きにくいと思うんですけども、その株主提案権等の行使要件は、その株主提案権行使者の適格要件なんだ。つまり、そのものが、その権利を行使するとき、そのずっとその時に、渡ってと言いましょうかね。常に満たしておかなきゃいけない要件なんだ。これはですね、例えば株主代表訴訟を考えていただければいいと思うんですよ。株主代表訴訟、株主だから株主代表訴訟を提起したと。ところがその訴訟の継続中にですね、株式を他人に譲渡しちゃいました。これも原告適格失いますよね。株主じゃなくなったんだから。それと同じだっていうわけですよ。つまりその要件を、その、提訴時には満たしてると。これも請求時には満たしてる。途中で満たさなくなったら、それは権利行使できないでしょっていう、そういう話です。で、これは、文言のね、その株主総会の時点で必要というのは、その、冷静に303条2項を読んでみればですね、必要と解するのはやはり分離上素直だっていうふうに判例も言ってたりするわけですよね。これが形式的な理由。ただちょっとこれはなかなか書きにくいと思います。そこで実質的理由なんですけども、これはまあ覚えやすいし書きやすいですね。株主提案権というのは会社に大きな影響を与えると。特にこの取締役会設置会社のような大規模な会社においてはですね、100分の1に、その少数株主権として、その行使者を限定してるっていうのは、それは会社に大きな影響を与えるからだということですよね。さらに公開会社の場合には6ヶ月間という保有要件、保有期間の要件を要求しているのも、これも同じようにやっぱり株主に大きな影響を与え、会社に大きな影響を与えるからだと。だとすれば会社に一定以上の利害関係を有していると。ここは慎重に判断すべきなんじゃないでしょうかってことですね。厳格に判断すべきじゃないでしょうかってことですね。だから株主総会の開催時までその要件は維持してなきゃいけないんじゃないか。こちらの方の理由は割と書きやすいと思うんですよ。適格とか言ってくるとなんかこれ、その訴訟法の話みたいになってきちゃうのでね、ちょっと嫌な感じはするかとは思います。だから、実績理由だけでいいですよ。もちろんこれ書いてもらえばそれで十分です。はい、それでは回答をご覧ください。今度ちゃんと映しますね。プリントは合ってるかな？大丈夫ですね。はい。はい、行きましょう。では、問1は、まず前半部分、縦位置の部分というのは、これがその、議題提案権303条2項前段のですね、その要件書いてあるだけです。で公開会社だから、6ヶ月前から保有ですよね。で取締役会設置会社なので、あれですよね、100分の1以上の要件が必要ですねっていうことですね。で、当てはめです。縦に。後者の発行済み株式総数は100万株で100株を1単元とする定価の定めがあるから、総株主の議決権は1万個である。そして A は、後者株式1万株を保有しており、100個の議決権を保有している。だから1の要件は充足してますね。また、A は平成25年から後者の株式を保有しているから、6ヶ月間という、丸2の要件も充足してますね。で、結論です。以上から、2020年4月11日時点で、A は株主提案権の行使要件を満たしている。何のことはないですよね。別に、もう条文探しさえすれば、あとは当てはめたきゃいいだけですよね。
で、問い2です。で、問い2の立て位置、問い2も同じようなもんですよね。まずは基準日後株式取得者の権利行使について原則と例外を述べてもらうということですね。で、まず原則です。基準日後に株式を取得した者は基準日株主ではないから、まあ当たり前ですよね。原則として基準日株主が行使することができる権利を行使することはできないと。224条1項ですね。で、しかしでひっくり返して、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合には、株式会社は当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を権利行使することができるものと定めることができると。で、ただしで例外の制限ですね。これ条文そのままですよ。当該基準日株主の権利を害することができないと。ここからですよ。ここから、ちょっとその、若干考えなきゃいけないところですね。で、本文の場合どうなんでしょうかと。縦にです。基準日後に新たに新株を発行した場合には、当該発行した株式についての基準日株主は存在しないので、基準日株主を害する場合が生ずることはないと。よって、124条4項正し書きが適用されずに、後者が乙者に議決権を行使させる旨の決定をしたことは適用である。ということになりますよね。これでいいわけです。さて、もう大問題の問い3です。で、縦位置の問題提起でですね、まずは株主提案権の行使の時点で行使要件を満たしてますねと。ただ、その行使要件がその後に満たされなくなった場合に株主提案権は認められるんでしょうかってことです。そして、その後縦2でですね、一段落使って長々書いてますけども、要するにですね、株主がの後、ここ全部もう括弧の中入れちゃってですね、場合には、場合にはまでも、くっちゃっていいかな。これ要するに、事後的に要件を、場合には、ごめんね。これって、この四角くくったのはこれ何ですかというと、要するに事後的に要件を満たさなくなった場合にはってことなんですよね。事後的に要件を満たはいるかな。満たさなかった。満たさなくなったってことですよね。事後的に要件を満たさ、他はいるか、満たさなく、満ちる、満たす、満たされる、満た。まあいいや、まあ、事後的に要件を満たさなくなった場合には、当該会社が上記の提案権を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情がない限り株主提案権の行使要件を書くことになってしまうという説ですね。株主にとって厳しい説で書いてます。で、その理由、ここ大事ですよね。なぜなら、まず形式的な理由。形式的な理由としまして、丸1。行使要件は株主提案権、行使者の要件。この行使者の要件なんですね。適格要件なんですよね。だからその行使者が行使するときに満たしてなきゃいけないと。まあこれがさっき言ったその代表訴訟の原告適格でその株式譲渡しちゃった場合なんてのを考えてもらえばいいと思うんですよね。だから株主総会の時点で満たされていることを要すると解するのが分類上も素直であるし、で実質的な理由として丸に株主提案権のような会社に大きな影響を与える権利は会社に一定以上の利害関係を有する株主にのみ認められるべきであり、株主総会の開催時まで行使要件を維持しなければならないと考えられるからであるということになりますね。で、最後、当てはめ結論、立て3ですね。本件で会社が提案権を妨害する目的で新株を発行としたという特段の事情はないですよね。だから A の株主提案権は認められず、後者が A の株主提案権を認めなかったことは妥当である。で、特段の事情がないっていうところに、もしもうちょっとね、この辺のところをその短くまとめて書くことができて、なんで本文の場合に特段の事情がないと言えるのかとかいうところはですね、24ページの上の方にですね、こういう使い方、問題文の使い方ができるとすごくいいとは思うんですね。特段の事情がないと。要するに、新株を発行した理由は、問題文にどう書いてあったかというと、技術協力を進めており、その体制を強化するためであるって、こう書いてあるわけですよね。だから、特定の株主を、その株主権行使を妨害するなんて特段の事情ないよってことが、これでわかるわけですよね。あとは、回答例の最後の部分。ここの最後の部分が、
株主提案権を認めなかったことは妥当であるっていう、こういう終わり方になってますけども、これはまあいつも言ってる問題文との対応です。問題文との対応でですね、ここですよね。問いさんの問題文では、後者の措置は妥当か論じなさいって書いてますので、これに対する回答は、回答末尾はですね、妥当である、もしくは不当である。妥当ではない。そういう終わり方をすべきですねっていう、そういうことですね。で、あとはですね、別回答を2つ用意しました。で、別回答というのはですね、まず24ページの下の方、これさ、最初にお話しましたように、司法試験の予備試験の、その問題から題材を取った、そういう問題なんですね。なので、回答もですね、これは、予備試験の上位合格者の回答なんですよ。これ1位の人だったかな ?1 位だったような気がしますね。その人はこういう、だから回答例、この、答例の回答例とは全然違う数字で書いてます。で、この数字でももちろん OK です。解説は、特にしなくていいかな。まあ、この方多分この現場でこれをひねり出したんだと思うんですよね。そうだとするとやっぱ大したもんですよね。これ準備はできないですもんね、これ。こういう基準。この判例ではない、こういう基準っていうのは。でもこれでももちろんいいですよね。特に読んで難しいところではないので、時間の関係で解説はいたしません。で、さらにですね、もう一つ、別回がありましてですね。で、それが25ページです。25ページですね。それがこんな感じです。最後のページです。25ページ。これは簡単ですよね。書き方としてね。こういうのでもいいんですよ。まあ、要するにね、何かその、理由が、筋が通った理由を書いてもらえば、それで OK なんですよっていうことなんですけどね。はい。いかがでしょうか。ということで、今回はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。